はいどうもお疲れ様です。 T.I. ルーでございます。今回ね、うるせえな静かにする BF1 の実況やっていきましょう。今回ね、またね、看護兵の中級引き使っていきましょうシリーズで、初めてのモンドラゴンということでね、モンドラゴン使っていきましょう。まあ、厳密には初めうるせえな。厳密にはね、初めてじゃないんですが、まあ、数キルしかしてないって感じですね。もちろん従軍戦士は全部持ってませんと。そうだね。まあ、いろいろ使っていきましょう。まず、高額照準が使っていこうかな。そして、皆さん気づくことね、このおっさんの、髭のあたりを見てみ。この服とか。ね？おっさんが、いつもよりおっさんやろ？何言ってんの俺。最高設定で、ね、やっていきます、今回はね。はい。あと、最高設定でモーションブラーもね、最大にしてるんでね、かなり疾走感がありますよと、やっていきましょう。そういえば、BF5 でさ、ゲベア43、うるせえな、静かにしろ。ゲベア43使った時さ、モンドラゴン似てるって言ったやんか、俺。実は使ったことなかったよ。ひどいな。あ、言ったっけ、俺。よし。やっていきましょう。最高設定はちょっとね、重たくなるんでね、微妙にエイムが良くなかったりするんですが、お許しください。そして、上の階がまたね、工事してるんで、超うるさいっていうね。うわぁ、やっぱ、綺麗やな。めっちゃ綺麗やわ。まあ、あとは、Ryzen 2700X と GTX1080 使えばね、最高設定でも、フレームレート80ぐらいはね、余裕なんでね、任せてって感じですね。じゃあ、やっていきましょう。なんか今すね、そこ、死にたいようだ。オッケー、ナイス。ちょっと重たいな、やっぱり。うん、70フレームレートやな。こう考えたら BF5 でも 80fps ぐらいで撮ったから、1と5が負荷変わらんのちゃうかこれ。と思ったんやけど、どうでしょうか。ある程度いったら変わらんのかね。あっしね。あーや、オッケーナイス。モンドラゴン強いね。中距離、あ、どんだけ離れても3発切るってことで、オートローディングで中距離が強い武器っていうのは、ウィキで見ましたけれども、はい、オッケー。やっぱり最高性でちょっと重たいな。エイムがちょっとおぼつかないけど、まあまあまあ、キルできるからいいわ。いや、綺麗やな、BF1 も。ちょっとね、録画のビットレートも上げてるんで、YouTube も上げるとき、ちょっとだけ画質も上がってると思いますよ。はい。おっと、チャーリーからなんか俺撃ってきたやつがおるなー。喧嘩撃って、やばい！スナイパー発見した。いや、めっちゃ最高性で綺麗な。BF1 十分綺麗すぎてやばい。うわー！死ぬために別のモンドラゴンしていくか。こう、突撃歩兵でやっていきましょうかね。これは、反動がちょっと少なくなったのかな？確かね。反動は少ないけど、ちょっと精度はあんまり良くないって感じですね。うるせえな。精度が良くないって感じです。うわ、F 拠点めちゃめちゃ敵おるな。これはもう光学じゃないわ。突撃歩兵でね、バン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 連射していく。そんな感じでいいんじゃないですか？やばい、バレたわ。ちょっと待って、助けて助けて、1キルぐらい刺しろ。突撃歩兵で1キルぐらい刺して、めっちゃこっち来るやん、ほんま、きしょいわ。ちょ、もう一回やらして、1キル、1キルもできんかったから。ていうかさ、B5 の新しいトレーラー見ました？皆さん。見ました？バトルワンモードみたいなのもあったけど、なんかめっちゃあれ良かったよね。PV だけは、ダイス PV だけはさ、クオリティ高いからなんとも言えんけどさ、この前はね、なんか、ようやくね、心躍るね、PV 出してきたなって感じですよね。最初からあれ出しとけみたいなね、声もネットでよく上がってましたけれどもね。バトロワがどうなんかなあれ。やっぱ、オペレーション、グランドオペレーション4日目のファイナルスタンドっていうモードがあるんやけど、それのシーンなのか、それともバトロワはバトロワでこう、なんだろう、独立したね、モードになってるのかわかんないね。そこはちょっとまだね、情報が出てんのかな、ちょっと俺が認識してないだけなのかもしれんけど、わかんないってことで、衝撃使っていきます。てか、バトロワモードはさ、戦車出とったよんか。どうなんそれ。バトロワで戦車ってどうなん俺さ、そんなになでも、バトロワの戦車強くないと思うねん。だってさ、バトルロワイヤルって位置がバレたらあかんゲームやんか。基本的に。せやから、戦車って位置バレバレやから、どうなのかなーって。一応 BF5 の戦車の動画も撮ってやんだけど、ちょっと戦車プレイしてみて思ったんが、戦車がね、もう、カメっぺらなんだよね。ほんと、ちょ待って、なんか、何も考えてプレイしてんだ俺。回復したらちょっと、今撃ってきたやつ殺します。どこや？あれ？あー、結構おるな、数が。なんで当たらんのー？最高設定だからですか？医療キットで回復して。やべ、うまく来た。戦車ガード、おい！いや、ほんまにさ、大体のやつ突撃兵とかで出てるから、基本的にランチャーみんな持ってるし、戦車紙っぺらってんな、すぐ壊される、そんなゲームやったから、そのバトロワでさ、まあ、なんだろう、根拠と違ってさ、袋叩きにされへんから、その分戦車強いかもしれんけど、わからんよね。位置バレるのはどうなのっていうところであるけど、まあ、それ言い出したら、フォートナイトとかもそうか。あれ、建築したら位置バレるもんな。位置バレてまで、こう、強いポジション、強い状態を、有利に持っていくっていうゲームやから、そう考えたら選手は強いのかな。わかんないね。これはプレイしてみないとなんとも言えないね。うん。あ、ちょっと待って。感度合ってへんかもしれへん、もしかしたら。スナイパーの4倍とこう、DMR の4倍ってこう、感触が全然違うからね。スナイパードラッグでパーンって打って終わりやけど、
その DMR って追い続けなきゃいけないのかって、もそうなると私みたいなね遅いね低いね感度でやってる人はね結構 DMR がしんどいっていうね感じなんで、4倍使うとき DMR で4倍使うときちょっとね感度上げた方がいいかもしれんね。工事の音うるさー、ほんまモンドラゴン投げつけるぞほんま、撃ったら犯罪やからあれやけど投げつけるぞほんま。 B 拠点行こっかな、なんかいるな、ちょっとでか。じゃあ B 拠点行きまーす。ちょっとバレてるな、一人で行ったらこれ死ぬやろうけど一緒に来てくれるか頼むでほんま。いやてかマジでグラフィック綺麗やな、最高設定。あんまり普段やらんからな、重たいから。うん、 いつもより綺麗できてへんやろこれな、ほんまに重たいねフレームレート出てんねんけど、こう遅延が発生するっていうかね、ほんま目に気づかないぐらい、肉眼では気づかないレベルやけど、こうプレイしたら分かるぐらいのね遅延みたいなのが発生するから、すごくねプレイは良くなくなりますね。まあキルはできるけどね、ギリギリだって今俺6キル4でしたからなまあちょっと雑談しながらやってるからっていうのもあるけど、さて逃げたから敵もうちょっといた気がするんだけど、 B 距離にとんのなんか面白くないし、敵殺しに行きたいんだよね。どうしようかな。おっと塹壕の奥にか援護兵発見と、これは殺す。おっと中にもいるな、ここ。この距離正直ガバメントの方が強いんじゃないとか思ってるけどね。あ、スナイパー死ね。ああ、あれの距離あれやな、ヘッショー当てた方がいいのかな。ヘッショー当てたら2発キルやからね、確か調子乗ったわ。まあ今蘇生していただけるんで関係ないですね。私は今蘇生を見越して死んだわけであって、決してね立ち回りが悪くて死んだわけじゃないのでね、そこは誤解していただきたいということで、残酷なんか一人おるな。まああの距離突撃の距離やからなんとも言えんけど、こっちに抜けたかな。いますね、死ね。はい、オッケーです。ちょっとあれやな、打ち続けた反動で当たらなくなるな。少しだけ打つ感覚をゆっくりした方が強いかもしれんね。はい、ヘッショナイス。奥逃げたやつが、はぁ、スナイパーキモいね、死ね、ほんま。お前 BF5 で絶対キルできへんなんで、こんなやつ。あ、でもそれヘッショか、素晴らしい。ヘッショできる人は BF5 のキルできるかもしれんよ。あ、正面いますね。あれは突撃か偵察かな。ちょっと F 拠点応じましたから行こうか。撃たれたな、やっぱここちょっと不利やな。ここ有利ポジじゃないですか。いますね。もう気持ち悪いスナイパー死ねや。じゃあ再度光学少女使っていきましょう。俺ちょっと光学少女の方がちょっとバランス良くていいかな。なんか狙撃は微妙やな、あんまりどのみち精度高くないからさ。 BF5 のゲビア43めちゃくちゃ精度良かったけど、 BF1 ってそこまでやん、言うてそこまでやんか。だからどうなのかなーと思うんですよ。なんか中距離って感じ、ほんま、うん、この距離は正直ハンドガン強いんだよな。3発キルや、同じ3発キルやからね。うん、ガバメント3発キルですから、 DMR と一緒だよね、殺意かね、近距離においてはね。援護100件、倒せんじゃねえあれ、死ね。あ、よ、OK です。そして F 拠点の方かなり美味しそうな匂いがプンプンしてますね。そこなんか有利ポジ頭出してるな、やばい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 。回復できるとか強みやな、ほんま。あ、なんか今いたね、看護やちゃうこれ、死ね。はい、オッケー、ナイス。そして、エドワードですか、次取るのは。今な、ハータ取れるのキルしたいな。今回向いてないのかしら。キルしたいんですよね。本気でキルできない。俺が悪いみたいなとこあるけど。エドワード一人いんぞ、これ。どこや。偵察おらんのかな、めっちゃ対等し。うわー、じゃ最高設定したすげえガスグレー。なんか、ぼやけんねんけど、これ。きつくね。最高設定、一気にね、こう弱くなるわ。いや、絶対不利やわ、これ。全然キルできてないしね、なんか遅延があるからな、エイムもよくできないっていう、ね、いた。そう、どんだけいいグラボ積もうがね、最高設定ね、フレームレート出ようがね、遅延が発生するからね、キルがさっぱり取れんくなるんだよね。やっぱ全低設定がいいと思いますよ、キルするんやったらね。まあでもこう、なんだろう、綺麗なグラフィックで戦争を楽しみたいのやったら、やっぱ最高設定だよね。全然、ほら、いつもと違うやろ、画質が。わかる？このモーションブラーの感じも。やっぱこっちの方が楽しいよね、やってて。うん。雰囲気はほんまに極限まで上がるよね。うん。ただキルはできなくなるっていう、そんな感じ。まあ言い訳かもしれんけどね。ちょっとやっぱ重たいと思うわ。D 行きますか、ほんだら。これは全然キルしない。なんか、さすがにキルしなさすぎかもしれんけどな。で、ちょ、敵と合わんってのもあるけどね。どうしよう。いつもやってこういう動画ね、ボツにしてるんだけど、まあ、今回はいっか。ね。ある程度お話ししたり、ね。最高設定の。動画やったりするしね。最後ドミネやってもいいけどね。まあ、時間が足りんかったらドミネでもやろうかなって感じですけどね。うん。ちょっと待って、さっきからマラソンしかしてないわ。蘇生しまーす。D 拠点結構、なんか楽しそうやな。喧嘩仕掛けるわ、一人で。いけるかな、これ。はい。おっと、塹壕に逃げ込んだか。あれやな、モンドラゴン。弾数少ないな。10発やから結構殺意がな。足りへんな、全然。正面。はい、オッケーライス。そして奥今もう一人なんかおった気がする。俺のうちはバレてるが、俺のが有利位置だから多分勝てると思うんですよね。
お前、俺の方が有利やぞ。あ、偵察兵か、微妙。どうしよう。あーら、逃げられた。正面いるな。残酷だから。あー、これ火炎放射器兵かも。ですよね。あ、倒せるわ。意外と倒せるな。あんまり防御力ないな、火炎放射器兵。あ、正面いる。偵察兵か。よくやった。次どこ行く？ B 拠点の方なんか敵いそうやね。ちょっと遊んでみよっか。おっと、援護兵発見ですね。私、身をさらして逃げて帰ると思ってますか？逃げられると。いや、こっからまだ追いかけるから。やばい、今来んな。はい、オッケー、ナイス。チャーリー取ってくれてるな。なんか敵おらんかな、どっかにな。あれ、いけるかな。あー、精度悪いね。あー、倒せるけど。あんまり光学照準の精度よくない。やっぱり、BF5 の DMR は強すぎたんやな。修正来るかもしれんな。一応俺、フィードバックにな。BF5 の DMR はもうスナイパーよりスナイパーしてるわって。スナイパーよりスナイパーしてるってね。ほんまそう思ったから。そう多くったんですよ。で、とりあえずスナイパーのね、弾速増やしてバカ野郎って、フィードバック書いておきましたよ。やっぱアルファやったらね、務めというか義務としてね、フィードバックが送らないといけないと思うんでね。これは腰ダメやな。なんか微妙やな。遠距離強ないし。あ、この距離で戦ったら正直さ、オートローディングの方が強いわけやんか。どうなのって思うよね。次、突撃砲兵使おっか。まあ、言うてる前少しキルは、できたけど。いやー、でもやっぱ最高設定ほんま綺麗やわ。テンション上がんな。ほんま、これだけテンション上がるわ。で、プレステ4の人たちさ、PC で FPS やるメリットの、まあ何かって、まあよく話上がると思うんだけど、こう最高設定でプレイできるっていうのもあるんだけど、そうじゃないんだよね。やっぱフレームレートだと思うんですよね。プレステ4は頑張っても 60fps しか出ないから、要するに1秒間に60枚の紙芝居がになってんだけど、プレステ4の動画って。映像ってね。ただ PC はね、140とかね、150枚の映像やから、すごいヌルヌル動くよね。要するに勝てるんだよ。要するに勝てるし、60fps の人に比べてね、敵が早く、素早くこっちの方が見えるから、基本的にね、勝ちやすいんだよね。PC でね、フレームレート60とか50やと、やっぱ勝てない。勝てないよ、やっぱ。ね、今俺80ぐらいだけどね、最高設定やからね、フレームレート落ちてるから。やっぱ勝てないもんね。いつもより微妙やろ、俺。いつもより気できてないやろ、俺。やっぱちゃうな。BA4 はね、最高設定しても結構、まあ、BF4 もね、最高設定結構、遅延がある気がするけど。嘘やろ？マジか。あ、これ蘇生来るわ。蘇生して。今の正面のやつ倒そう、俺。死ね！よくもやってくれたな。こうやって戦争は続いていくんだよ。憎しみの連鎖ってやつですね。おっと、後ろに兵か、なんか歩兵がいますね、これは。ちょっと待ってね、こっちだわ。ちょっと立ち回りよくないな。後ろから刺されそうやけど。ここいたよな。死んだか？死んだくせえな。ええわ、ほんなら。正面発見！突撃兵か！この距離、先制無事じゃなければ勝てると思うけど。はいはい、シュライスまだいる？死ね！はい、オッケーです！ツーマンからのリーグ点、まだいますね！偵察兵は敵じゃないんで、うまいな、あいつ。味方が一瞬でやられた。やったか。素晴らしい。ちょっとあんま敵に合わへんな。ここのマップ結構いつも敵に合うから好きやねんけど、今回は敵に合わなかったね。24キルしかできてないもんね。最後ドミネーションやった方がいいかな。ちょっとみんな、視聴者さ、やっぱ連続キルっていうか、無双して気持ちよくなりたいっていうのがさ、俺の動画を見る需要の一つやと思ってるから、やっぱキルをしてないのが基本的にボツにしてんだけどね。どうしようかな、ドミネやろっかな。大丈夫？許容範囲？あ、OK、ナイス！ショットガンやったら危ね。許容範囲かな。どうしよう。まあ、いっか、たまにはね。別に、今更やもんな。あ、じゃあ分かった。バターでちょっとキルするわ。もう、マジかよ！宣言した途端これや。あ、でも蘇生来そうだよ。Thank you! じゃあ B で暴れよっかな。ナイスフレアガン。敵おらんわ、B。一人しかおらんわ。どうすかな、後ろいるな。まさか火炎放射器か。また火炎放射器俺に殺されてきたよ。無理やって火炎放射器。俺は、お前は俺に勝てないから。いや、早速死んでるし。どうしよう。キル取れてないな。アップルとかいるかな、敵。さて、奥のフレアガンのね、範囲内に敵がおるな。やれるか、ちょっと距離遠いな。突撃歩兵モデルやったら少し厳しいかもしれんが、いや、3人ぐらいでやってみようか。オッケー、ナイス！正面、援護兵1人と左にも1人。いや、結構集まってきたな。チャンスやぞ。なんでタンクくんねん、チャンスやのに、ほんまし。ふざけんなよ、マジ。おー、タンクうぜえな。歩兵おらんから、どっかいた。オッケー、ナイス！ちょっとエイムしづらいね、最高設定やっぱり。
で、どうしよっかな。あ、B 拠点かなり行ってるけど、タンクをこう出し抜いてどう歩兵をキルするか。おお、素晴らしい、破壊したな。正面歩兵2人が。俺にやらしてちょっとキル数が少なくてやべえんだって。動画の撮れ高的に良くないんだって。はい、キル。28キル6ですか。ちょっと少ねえかな。これでは視聴者が満足しない気がしますね。なんで、B にいる敵をね、全員殺す必要があると。2人かー、そっち持ったんか。芋じゃねえか。あー、お試合終わりそう。最後ちょっとキルしたいな。もうちょっとキルしないとな。ボツになっちゃうぜ、動画が。こうやってボツ動画出来上がっていくのかい。あいつは無理だな。いや、周りは結構いるから最後キルできそうだよ、これ。B 取ってられへん、こんな。B 取ってる時間無駄。キルしないと。ここにいる。で、こいつと、まだおるやろ。あれ、結構、いたはず。あ、そこに、銃声聞こえたね。やらせろ。あれ、そこか。マジで B 拠点におらんな。あ、奥行った。あ、ナイス。まだいそうだよな。雰囲気がすんのよ、敵の。敵の雰囲気がある。あー、最後引きるし、マジかしたかったな。30握る9です。ちょっと少ないが、まあ、ボツにするのもったいないし。まあ、よかろう。今日は雑談と最高設定っていうね、そういうところで、どれだかということにしておきましょう。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。モンドラゴンの、動画でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。